こんにちは、おたけです。ただいまですね、5月の12日の8時34分、つまりお誕生日です。お誕生日なんですけど、誕生日の夜に家で一人です。まあ別にいいんですけど、そんな誕生日って別にそんなスペシャリティな日でもないし、まあ別に誕生日だからといって何かなんていうんですか、その一日なんかすごい可愛くなるわけでもなく、総理大臣になれるわけでもなく、キラキラオーラが出るわけでも別にないので、特に何かしようとかあんま思ってなかったんですけど、ちょっとなんか唐突にね、この21にもなってなんかどうなのかっていう、誕生日の夜一人で今もうお風呂も入って、歯茎から血を出してる誕生日の夜、孤独の夜ってどうなのかって、客観的に考えた時に、あ、旅行行けばいいんじゃないのかなと思ったので、今日は今から、今8時半なんですけど、ちょっともう決めて旅行に行ってきます。まあ金曜で明日が土曜なのでちょっと混むかもしれないけど、とりあえずまあでも今から行ってももうただ泊まるだけになっちゃうんで、あ、まあ明日行っても変わらないんじゃないかなと一瞬思ったんですけど、やっぱり誕生日に何かするって大事なことやんと、やっぱ誕生日ってこう光輝いて見える、人から多分オーラキラキラ出てると思うんで、21もなって、なんかその1日目ってやっぱ大事だなと思って、節目だし、あ、聞こえなかった、節目だしって言いました。なんかちょっとやっぱ今日たなんかこうよく過ごすことで21歳いい感じに過ごせるんじゃないかなと思ったので、行動は金なりみたいなことはまたと思うし、なんでちょっと準備して、ちょっとマジ終電なくなるんですけど、行ってくると思います。行ってきます。バタギチャンネル。ポリティ。はい。この女わたげ、自分の誕生日のうちに外に飛び出すことに成功いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、駅に駆け込みできたんですけれども、いや、やっぱり誕生日の外の世界は明るいですね。なんか心なしかね、ちょっとなんか周りの人が祝福してくれてるような、祝福している目で見てくれてるような気がして、まあ私自身もちょっとね、周りの人にちょっと、私今日誕生日やねんで、私今日本日の世界の主役な、主役やねんでってアピールしながら歩きました。無事新幹線に乗ることに成功、孤独な誕生日旅行スタートです。もう新幹線乗れたらもうこっちのもんということでね、一服つきたいと思います。うちこの新幹線のお水なんか好きなんだよね、なんかパッケージが、あ、ルネッサンスありがとうございます。ちょっとね、お水で、せっかく誕生日もう本日の主役なのでね、水道水で乾杯させていただきました。まあね、夜で結構お腹も空き時で、まあ、せっかく新幹線だからちょっと駅弁とかも食べながらゆっくり行きたかったところだったんですけど、まあ急なね、こんな新幹線往復ですごい結構痛手でして、ちょっと出費がかさむので、家にあった残り物の肉じゃがをタッパに詰めて持ってきました。これをね、食べながら迎えたいと思います。誕生日の時間もね、あと数時間残りわずかなので、まあ、まだちょっと存分に発揮できてない私の、この本日の主役ぶり、このキラキラ感を、全世界の人にちょっと見てもらおうと、新幹線のね、この窓の仕切りも、この全開にして、アピールして見てます。ちょっとここまで結構正直いろいろあったんですけど、まあ、もう新幹線に乗れてしまえば、もうどこかね、もうただ座ってるだけでもうどこかに行けることはもう確定してるので、まあこの後はもうゆっくりくつろぎながら、残り数時間の誕生日を、この我が妹と共に満喫しようと思います。
でも私のこのね、なんかこの金曜の終電結構混んでて、あの周りでもなんかサラリーマンの方がめちゃくちゃ多くて、多分出張なんかな、ご苦労様ですと思いながら、ね、私は誕生日なんですけどっていうの心の中でちょっとあざ笑ったんです。間違えた、あざ笑うじゃなくて、あのねぎらいながら、お疲れ様ですとねぎらいながら、あの私は誕生日ですけどねっていう感じで、あのちょっと過ごしてたんですけど、で私のこの席の一個開けた隣の隣に、なんかちょっとイケメンチックの男性が座ってて、あ、やばい、誕生日プレゼント、あの誕生日外出てきてよかったと思ったんですけど、まあその男性の隣でね、このこんなタッパーをかっぴらいて、この肉じゃがをむさぼり食うのとても恥ずかしかったですけど、まあそんなこんなで今からで、あ、私今名古屋の方に向かっております。めっちゃ行き先言うの忘れてた。今日はとりあえず名古屋に向かって、そこからまた移動して、あのホテルに行こうと思います。さっきまではね、あのもう誕生日のキラキラの私を見てモードだったんですけど、でもちょっとあのもうしんどくなってきたので、あのもうメガネもしてね、あの完全に寝るモードに入ろうと思います。はい、もうちょっとしんどいっす。もうね、次起きる頃にはもう私はきっと誕生日終わってるので、私誕生日おめでとうと自分自身をあの崇め奉りながら、あの眠りにつきました。はい、寝てたら着きました。名古屋駅です。ここからね、この特急に乗って、あの2の方に向かいたいと思います。なんかこうやって見るともう風貌はまさにバックパッカーみたいでかっこいいですね。もうね、これ特急なので、もうこれ乗ってたらもう目的地まで着くので、もう全然知らん土地なのにとっても安心しきってね、もう安心した表情を見せている綿毛。しかしまだこの女、この後泊まるホテルの宿撮ってません。あらびっくり。なんかまだ多分この時忘れてるのでね、あのなんか前の席の人が見てるアニメがちょっと窓に反射してるのをちょっと盗み耳にしながら、あ、これなんだろう、面白そうだなとかって見てるんですけど、早く宿を取ってほしいところですね。あのこの後無事にあのギリギリでホテルの宿も取りましてね、もう安心というところでちょっと寝ちゃおうかななんて思った綿毛。この後誕生日を迎えて早々めちゃくちゃやらかします。綿毛チャンネル。はい、ついに到着いたしました。日付はもう5月13日を回っております。でも私の心はルンルンで、あ、もう踊っちゃったりして、もう寝てたらついてラッキーとか思ってたその矢先、うちなくした。あの改札を出ようと思ったら、あの切符を入れていた財布があのなくなっておりまして、急いで駅員室に駆け込み、あのなんかあの財布みたいなやつ なかったですかって聞き、で駅員のおじさんもすごい対応よく対応してもらったんだけど、ちょっと方言で何言ってるかちょっとあんまわからなくてガチ焦り、その後駅員室から駅長室から校内までガチ走りし、あ、もうこれ取られたな、終わった、はい誕生日、はい楽しくないってなることも知らずにはしゃいでいる5分前の畑はこちらです。で結局あのこの駅が終点なこともあって、駅員さんが見つけてくださってたみたいで、無事に中に入ってたカードも鍵もあの学生証も全部取られずにあの戻ってきました。死んだと思った。着きました。やっと着いた。マジで死ぬかと思った。ガチ死ぬかと思った。誕生日終わっちゃった。おめでとうございました。私ありがとうございます。疲れた。マジでこの国が日本でよかった。日本に生まれてよかった。ご感謝してます。とかつがいい人なのかな。つの皆さん大好きです。いた。はい、ということで、はあ、着替えました。あのホテルにで、あのちょっとあんま大きくなった方がいいよね。で、あの新幹線代とかのいろいろちょっとかさんでしまったので、ホテルはあのビジネスホテルです。まあでもうちの大好きなドーミーン大好きで、ちょっとせっかく誕生日やったのでこんなものを買ってみました。まずやっぱ誕生日、せっかく誕生日だからちょっとまあ過ぎちゃったけど、一人でも、OK、
ミルクレープ美味しそう。これでお祝いするんだ。あたげちゃんおめでとう。あ、しかも2個も出てくれてるよ。嬉しいね。思いやりだよね、全部。本当はショートケーキでよかったんだけど、誕生日感あるから。でも、なかったので、で、イチゴを乗せたかったんですけど、イチゴも売ってなかったので、アイコトマト、これを乗せて、誕生日風にしたい。ペロン。ごめんなさい。ごめんなさい、間違って見られてるんだ。一人じゃないんだよ。一人か。は、ケーキじゃん。あとパーティーということでコーラも買いました。私あんまコーラあんま飲んだことない。あんま飲まない。あんま飲んだ味がちょっと未知数なんですけど買いました。でさ、なんかろうそくっぽいのあるかなと思ったら、ちょっとこのさザバスのさストローとか貸してみる。え、ちょっと行儀悪いかな、ごめんなさい。今だけ目つぶって。あ、もうケーキじゃん。ちょっとここで編集でここにのすぐひりちゃう。ハッピーバースデイディア。ハッピーバースデイディア。ハッピーバースデイディア。おめでとう。そう、本当はろうそく買いたかったんですけど、なんか、あれじゃん、ホテルで火炊いたらなんか刑務所入っちゃいそうじゃん。なのでちょっとやめました。じゃあちょっと、乾杯。乾杯しま、ちょっとクラッカーみたいな音しちゃったよ。クラッカー代わりになってくれたのありがとうね。では、乾杯。コーラってこんなんだって。コーラってこんなんだっけ。スパイシー。ちょっとじゃあいただこうかな。ちょっとさすがにこれは外そうかな。それでいただきたいと思います。ちょっとこれ取りますね。いただきます。めっちゃうまい。このトマト過去一、過去一。いただきます。幸せ。なんて幸せなんでしょう。やっぱケーキってうまいな。誕生日っていいな。ミルクレープとアイコ合うな。おすすめです、この組み合わせ。なんか私考えて、誕生日の一番幸せな過ごし方って何なんだろうって今日、一日ずっと考えながら来たんだけど。なんだと思います？なんか別にそんな、ホームパーティーをして、友達をめちゃくちゃ呼んで、もう、ありがとう、本日の主役みたいなの、まあ、一回ぐらいやってみたいけど、でも、20分ぐらいで解散でいい、その会話。憧れではあるけど、何を幸せっていう観点で考えたら、誕生日の過ごし方って何が一番いいんだろうと思って。何なんだろうな。私的には、もう、家族に祝ってもらうのがなんか一番幸せなんじゃないかって気がしてきて、最近。じゃあ実家帰るって話なんですけど。でもなんか、21歳はなんかちょっと挑戦してみようと思って、今回、旅行する気になったんですね。恋人と過ごしてる人もいるわけじゃないよ、中にはまあ、一定数知らないですけど。それってさ、なんか、その一年をその人になんか捧げてるみたいでさ、それっていいの？いいことなの？ちょっと私過ごしたことないんで。でも、嬉しいだろうね。この一日をさ、自分にくれるって。そういうのが真実の愛なんでしょうね。
バタレチャンネル。ポイティ。いいな結婚。最近結婚したすぎてずっと結婚したい。なんでなんだろう。なんか21なんだと思うとなんか動き始めなきゃってなんか思っちゃって、まだいいか、まだ40までにつければいいもん。いやそれは、うん、いや別に結婚できなくていいもん。でも私はもうサプライズとかがそんなになんか得意じゃないから、なんか箱に行くさ、なんかホテルバーって入ったらさ、超豪華な飾り付けと、超、なんか、なんていうの？いっぱい紙袋置いてあって、プレゼント置いてあって、ベッドに並べてあって、おめでとうみたいな、サプライズしてる女子いるじゃないですか、見たことも。あれはそれともうち、なんかさ、めっちゃ嬉しいけど、ありがとうの伝え方とかさ、どう反応するのが一番相手喜ぶんだろうとか、その一瞬でわーってこう計算して、逆にそれを演じなきゃって思っちゃうというか、嬉しいんだよって、まあ、されたことないけど、想像の中でそのされてみたときめっちゃ嬉しいんだけど、なんかそれよりも喜びを表現するパフォーマー、喜びの体現者を演じなきゃっていうのを、が頭によぎっちゃうんじゃないかなって。だから、もし仮にこうされた時の、予行練習みたいなのをいつもしてます。そのインスタとかで、ね、流れてくるから、してます。まあ、構えてはいますよ、全然。構えてはいます。寝よ。ということでですね、明日も早いので、お休みさせていただこうと思います。思います。ちょっとね、明日は、食べ歩き伊勢の方で、おかげ横丁と、おかげ横丁を、いっぱい食べ歩きして、ね、自分にご褒美を、まあ、日頃からなんですけれどもね、食べたいと思ってるので、ちょっと腹も空かしつつ、寝ようと思います。楽しい一日。自分の誕生日をちゃんと違う土地で過ごしたことにまず価値がある。おやすみなさい。わたげチャンネル。ポイティ。おはようございます。例えば8時44分、起床です。髪はやってるんですけど、全然時間通りに行ってません。間に合ってません。え、ちょっと待って、赤服並んじゃう。赤服。しかも今日雨らしくて、なんでこんな華々しい。私が生まれた次の日に雨が降るなんて。よろしくね。行ってきます。次回伊勢のおかげ横丁で爆食い、誕生日孤独女、天気は最悪で、なんか周りも結構家族カップ、それでも自分の誕生日を祝うべく食べる。カミングスーン。